はい、カパーチェ袋、カッパ園長です。さてじゃあ今度はね、まあ小室圭さん、小室佳代さん、話の続きなんですけども、今度はなんかね、まあなんかその解決金交渉ですか、まあなんかいよいよクライマックス、小室劇場クライマックスみたいなこと言われてますけども、まあこの解決金交渉において、この元婚約者の方とね、まあ X さんでしたっけ、に対してね、小室佳代さんがね、頭を下げられるのかどうか、プライドの戦いじゃないか、みたいなお話と、で、なんかこのね、眞子さまと小室圭さんをね、早く結婚させたい、官邸と宮内庁の思惑、真意とは、みたいな。本当ですかこれ。っていうのはちょっとね、見ていきましょうかね。小室劇場だったんだって、うん、クライマックスだそうですよ。うん、なんか全然こう入ってこないのはなんでですかね。いやまあいいんですけど、秋篠宮眞子様と、小室圭さんの結婚をめぐるごたごたが、実に3年半に及ぶと。もう随分経ちましたね。3年半ですって。奥様どうですか。婚約内定となって矢先の2017年12月、小室さんの実母佳代さんの金銭トラブル発覚、紆余曲折を経て、今年4月8日、すげえ端折った一気に。で、小室圭さんが A4 用紙28枚に上る文書を公表、その中で元婚約者、あ、今度は A さんだ、X さんじゃないんだ、工面された約400万は借金ではないと主張、録音テープの存在を示唆し、これもまずかったですよね。ほとんど脅迫ですもんね。で、A さんが返してつもりはなかったと述べていたと繰り返していた。ところが世間の逆風は収まるばかりか激しさを増した。普通に考えてこれ収めるつもりがあるとは思えない内容だったんですけど、本人的にはうまいこと立ち回ったつもりだったんでしょうかね。で、小室圭さんは文書発表から4日後一転して A さんに解決金を支払う意向であることを表明。これに A さんは渋りながらも現状打破のため交渉に応じると表明。その相手として指名したのは小室圭さんではなく小室佳代さんだった。皇室ライターの方がね、そんなこと言ってるんですけどもね。巡り巡ってシンプルな話になった。金銭的な支援を求めてきたのは、求めていたのは小室佳代さんですし、それに応じたのが A さん。当事者2人がようやく対立する形になった。ここでの結果次第で、小室圭さんと眞子さまの命運も決まるでしょう。決まるんでしょうか。A さんは小室圭さんに対するわだかまりはそこまではない、むしろ眞子さまとの結婚は喜ばしいというスタンスだ。この皇室ライターの人によると、結局 A さんの中で引っかかっていたのは小室佳代さんの態度なんです。婚約しているのに、キスしたこともなければ手つないだこともない、足代わりに使われたこともあるそうで、A さんが婚約破棄したのは佳代さんの不穏な態度の積み重ね、男のプライドを傷つけられたことの方が大きいように見受けられますと。本当かな。だからこそ小室佳代さんは誠心誠意 A さんと向き合うことが求められる。ズバリ申し訳ございませんでしたと頭を下げられるのかどうかだ。そりゃないんじゃないですかね。解決金交渉を代理人任せにしてはならない。小室圭さんの将来を考えるのであれば、佳代さん自身が A さんと対峙し非礼を浴びる必要がある。問題は彼女のプライドがそれを許すのかどうかだと宮内庁関係者宮内庁関係者の人がね、大事なのはお金よりも気持ちの部分。 A さんはマスコミ向けに出したコメントで、可能な限り早く小室圭さんにお話を伺い最終的な判断をしようと考えていますとしていた。果たして小室佳代さんはどう動くのでしょうか。だそうです。プライドね。さてここで気になるのがもう一個の方ですよね。官邸と宮内庁は小室圭さんと眞子さんを、早く結婚させたいとかなんとか、小室圭さんが母親の金銭トラブルに関して説明した文書をめぐって批判の大合唱が広がっていると。大合唱、しかし宮内庁の動きはこれと真逆だ。時系列で整理してみようだそうです。小室圭さんが文書公表したのが4月8日、この日は木曜日で月2回の宮内庁長官会見がある日、記者から小室文書について問われた西村長官は、小室さん側と元婚約者との間の話し合いの経緯について理解できた、非常に丁寧に説明されていると大絶賛。小室文書に書かれていたこれまでの事情が理解してくださる方が一人でもいらっしゃいましたら幸いですを受けて、私はその一人で理解をいたしましたと述べている。
その翌日金曜日、秋篠宮家の皇嗣職大夫の定例会見の中で、家事大夫、問題を解決するため行ってきたいろいろな対応が見える形になるよう努力したものと受け止められていると述べた。秋篠宮さんも評価したということだろう。宮内庁は今回発表された文書を読まれていろいろな経緯があったことを理解してくださる方がいらっしゃればありがたいとの眞子さまの談話を公表。とにかく小室文書が発表されるや否や眞子さまはもちろん宮内庁長官も秋篠宮ご夫妻も間髪入れずに評価したと表明。でこれまでの小室バッシングとも言える批判などなかったかのような動きだ。要はいろいろ問題はあったがこれでクリアしたから結婚しますよということなのだろうか。まるで仕組まれていたかのような演出にも映ると。はあ、なるほどね。宮内庁関係者もそのことは否定はしていなかった。眞子さまはご結婚を諦めてはいません。こじれたままご結婚となれば儀式を経ないで皇籍離脱ということにもなりかねず、これでは令和の汚点になります。さらに2人のご結婚を裁可された上皇様にご迷惑をおかけることにもなります。そうなれば西村長官の責任問題になり、官僚としては致命傷です。女性宮家創設の頓挫を懸念。結局落としどころそこに持ってくるんだね。またこの問題を解決しておかなければならない事情もあったと別の関係者が言う。小室圭さんが文書を公表された4月8日は女性宮家などを検討する有識者会議が首相官邸で開かれた日。偶然なのか意図的にぶつけてきたのか分かりませんが、眞子さまのご結婚がこじれると、たとえ女性宮家を創設したところで誰もなり手がなかったということにもなりかねません。妹の佳子さまは間違いなく拒絶するでしょうし、愛子さまだって嫌だと言いかねません。雅子さまが皇室に嫁がれて苦労されましたから、愛子さまが女性宮家は嫌だと言えば反対はしないはずでしょう。これらが表面化する前に、眞子さまの結婚問題を片付けろということで、西村さんは官邸から相当尻を叩かれたと思いますよと言っておりますね。で、簡単に言えば問題は大きくならないうちに眞子さまを早く結婚させて皇室の外へと出してしまえということらしい。なんか随分適当で乱暴な感じに気がするんですけどもね。そんな感じなんでしょうかね。わかりませんけどね。まあなんというか、もうとにかくもうね、遅いですよね。うん、じゃあ例えばこのね、この解決金交渉ですか。今さらね、何をしても手遅れだと思いません。だって税金の下で生活しようと考えている限りは、ことあるごとにね、非難されるだけなわけでしょ。そこが変わらないじゃないですか。だから今後税金を一切受け取らないような環境に身を置くしかないと思うんですけどもね。まあ結婚相手の家族と共にですけどもね。だからもう完全に辞退する。そこになるんじゃないかなって思うんですけどもね。あとなんかこう、よくわかんないですけどね、これはもうマスコミがわざとそういう方向に持っていこうとしているんだと思いますけど、プライドの問題じゃないですよね。プライドの問題じゃないです。だ品格とかさ、誠実さ、誠意の問題でしょ。あとなんかこの、なんだろう、これもいろいろね、いろんなところで報じられてたと思うんですけども、そのお母さんの方のなんか顰蹙買ってしまうような、そのなんだろうな、この軽はずみなこの言動っていうんですかね、まあ自分勝手なか軽はずみではないですよね。だからその元婚約者のミスター X さんとの間で円満解決が図られようとね、まあこの辺のことが一切合切帳消しにはならないでしょう。一般人でもどうかなっていうところなのに、ね、皇室、皇族の方と、ね、仲間入り？いや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 、そこはきっちり見てるはずですよね。ちょっと考えられないですよね。で、これ昔からそうかな、ね、この、なんだろう、有識者会議、ね、このマスコミが発表する、この、なんだろうな、この、まあ、小室圭さんと、眞子さまのこの結婚の騒動、これをこう順を追って見ていくと、最終的にこのね、女性宮家、ね、女性天皇、女系天皇云々のお話、ここに持ってくるっていうね、書き方、ね、こういう記事、すげえたくさんあるんですよね。
で、例えば今回このね、まあこの岩井さんっていうね、この朝日のね、この回し者とでも言えるね、と言い切っていいと思いますけどもね、こんな人がね、このメンバーになっているこの有識者会議なんですけども、どうもね、この筆頭宮家の意向をね、組んでいるんじゃないかなって思いますよね。だから、要はこのマスコミとね、まあその、なんだろうな、有識者会議、だからこの女性宮家、ね、女性女系、この推進派って言われる人たちですよね。もう無理くり、例えば、まあ、皇后陛下、あと愛子様、ね、要は他の、ね、女性皇族のを巻き込んで、女性皇族全体の問題っていうことに、要はでっち上げようとしてるわけですよね。いや、もうだからもう正体も隠されてない、ね、丸見えですよね。悪意を感じますよね、こういう記事はね。だから結局ね、まあ最終的にね、このなんだろう、まあ小室圭さんがね、いろいろこの問題がありますよと、ありましたよと。でもね、残念ながらこの小室圭さんと眞子さまのこの結婚のお話っていうのは問題としてもうすでに大きくなりすぎましたよね。だからもう今更ね、何をどう取り繕ってもね、どうにもならないのはおそらくこのね、書いてる記者の人、まあ要はマスコミもね、分かってるんですけど、要はそこから続けて、要はその女性皇族全体の問題、ね、だからこの、あの女性宮家、女性天皇、女系天皇、その辺をね、なんかこう悪巧みしている、そこへこうつなげ、もう要は話をそらしてるんですよね。でも正直、まあ僕もそうですけどね、ご覧になっているあなたもそうだと思いますけど、もういい加減この二人の話はっていうね、もううんざりですよとね、もう変わりませんよと今さら、祝福はできませんよ。問題はやっぱりこのね、このもう一個のチャンネルの動画の方でもね、そうなんですけども、結局このマスコミのスタンスですよね。だからもうこうなんかね、そこはもう諦めてなんか違う問題の方をね、なんかこう悪意を持ってね、都合のいいようにね、なんか推し進めようと、これをなんか出しっていうか理由にして、なんかこの辺の動き、このだから有識者会議とか、なんかもうなんかね、要はそういう人たち、ね、日本のこの皇室、皇族、皇室全体をこうなんかこうね、どうにかおかしくしてしまいたいなんて考えてる人たちいるじゃないですか。ね。だからそういう人たちに対してこう目を光らせていないと、ね、本当好き勝手やられちゃったら大変なことになっちゃいますからね。だからここはやっぱり注意深くこう見ていないとダメなのかなって思うんですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。